さてというわけでいよいよ始まりますあるのらいの実況コメンタリー、うん、改めまして一部は私いじたなずはとよ裏巻きとなりきよまさのりでお届けいたしますよろしくお願いします。この3人でね、はい、本編と同時再生でご覧いただく皆様、はい、舞台映像再生用のデバイスはご準備いただいてますでしょうか。デバイスわかりますか。デバイスって何ですか。iPhone とかね、iPhone iPad とかね、 iPad とか、ノーパソとかね、ノーパソダサいっすねその略し方。ノートパソコン、あんま聞いたことない。スイッチとかでも見れんじゃない。あ、そんなのできるんですか。見れないのかな。ちょっと正しい情報を怪しい情報をやめてもらっていいですか。オッケー、何でもデバイスでね、あの見られるものがあれば大丈夫なんですけれども、うんうん、そうだね、はい、私イジタがですね、もうイジタが言えないですけれども、うん、今から 5,4,3 という風にカウントダウンしていきますので、うん、ゼロといった時にですね、同時にパッと本編をパチッと再生してくださいということです、うんうん、私たちもそのタイミングで動画を再生していきますので、そうね、こっちもね同時にピッてやピッてしますんでね、はい、ゼロそうでピッ、うん、私たちが担当するのはこの第一部という最初のところですけれども、うん、はい、見どころもなんかもう最初に言っちゃいますか、うん、もうこれ楽しみにみたいな、やっぱりでもオープニングをねがっしり見てもらいたいよね。がっしりと、まずがっ、あ、そうですか、がっぷりと、がっぷりとね、ここから始まるわけじゃない、うん、まあね、でもなりきよ先輩が大活躍ですからね、うん、そうそう、オープニングね、残念ながら僕がね出てくるのでね、やっぱね、抹茶色のね、抹茶色の、そうですね、何を注目してほしいかというと、あの、うん、なりきよさんの抹茶色ぐらいってことですよね。もうパネルが増加してますからね、もうちょっと考えてくれたらよ、ね、ちょっと違う、なんでそんなこと言うの。失礼な、そうですね、そんなこと言ったらね、舞台セットとも同化してるんで、うん、それも注目してほしい。めっちゃ見どころ。なりきよはどこにいるんだっていうことですよね、うん、そうそう、ぜひ探してほしい。なりきよ、まさのりを探せってことでいいですか。そうそうそう、第一部は、はい、それちょっとすごい大田方みたいじゃん。大田方はどうですか、見どころ。私はですね、どう考えても、うん、私のあのちょっとしかない1分ぐらい の、うん、あの出どころの、うん、なりきよさんと、うん、あのまあ恋仲をやそんなシーンあったんですよ。あれ忘れたな、はい、何を忘れてるんだ。なんで忘れてるの。もう私はもう そこにもう、うん、あの力注いでましたから、うん、そうだね、じゃ あの映像流れたらここって言って、ここって言いますよ、ここ見て。その間黙るから、出てくる前に言いますよ、じゃ出てくる前に、ね、ここだって私が出たらここだって言います。 OKOKOK、うん、私はね、私はあるんですよ、うん、私が一番好きなシーン、実は一部にあってね、うん、あのね、そのお二人がラブラブした後の、うん、あの対決のシーンがすごい好きなんですよ。対決、私は心の中で対決、対マンを張ってるという思ってる、あの女と女の戦いの あのシーンが超好きなんですよ。そういうことね、あれかっこいいですよね、いい見どころだよね。私もあれやりたかった、私も痛かった、そう、あのね、やりたくてね、一回だけね、サリのサリちゃんの役の春江さんに、ね、もう言ってますけどね、もう言っちゃった、言っちゃった、言ってます、やらせてもらいましたからね、カミングスーンが過ぎますけれども、カミングスすぎちゃったね、はいはい、そうなんだよ、僕もああいうシーンやりたいんだよね。ねえねえ、ちょっと喋りすぎじゃないですか。これさ、大丈夫かな。よしよしよし、そうだね、行きましょう行きましょう、もう行きますよ、もう再生、はい、再生しますよってことで、あ、そうだ、まだ再生してなかったんですよ。もう終わっちゃうよ、もう時間が、時間まで過ぎちゃいますから、皆さんの時間も奪ってることになるよね。そうだ、失礼しました。進めよ進めよ、はいはい、それでは行きますよ、はいはい、本編スタートのカウントダウンです。待って、時間かかるから、5 4 3 2 1 0、ポチッとなということですね。でこういうカウントダウンのシーンも出てきますよね、確かね、あ、このあるね、一部の前半でね、それを意識しました、みんなで言ってましたよね、はい、嘘ですけど、結構これって嘘なの、あ、嘘なの、いやいやいや、どうぞ。これってさ、あれだよね、うん、大体一回見てる方が見てるんだ、あ、見てる、そんなことないと思いますよ。聞いてるんじゃない、聞いてる、そうです、あ、いきなりこれとともに、いきなりここには来ないと信じて喋ってるんだけど、私もその気持ちで喋ってますね、分かんないですよ、これを楽しみにしてくれてた方も、もしかしたらもう全然セレブ入ってこないから、これ聞きながら初体験、うっせーなんだ、邪魔でしかない、そうそう、邪魔になっちゃう。紅白歌合戦は副音声派ですから、うん、あ、それは分かる、私でもどうやって見るんですか、ちょっと待って、始まった始まった、
ちょっとやばいやばい。はい、ちなみにですね、はい、第1部のタイトル私言っていいですか？はい、第1部タイトルついてまして、はい、消失と現出。現出ってどういう字ですか？現在の現に出口の出るですね、うん、現れ出るってことですね。そういうことですね、うん、相反する言葉ですね。そうだね、そうだね、本当だ。かっこいいね。かっこいいね。なんか初めて読んだみたいな感じになってるな。その時の気持ちを。消失と現出が始まるぞってことですね、俺ね。あ、はい、でね、ついた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 。蛍光灯がつきましたね。すごいね。これかっこいいよね。この蛍光灯かっこいいんだよな。あ、ちなみに、うん、もう成清出てますよ。探してください。どこにいるかな。どれだ。どれかな。全く見えないね。そんなことある。これはね、導きの歌を歌ってるんですよ、ここで。そう、ジョージといえばこの導きですから。そうそうそう、もうとにかく導きなんです。なんですか？導き。なんかちょっと歌ってる時ありますよ、ね、確かに。セリフが歌ってる時あったと思ったら、あれ導きをあれ表現してたってことですね。そう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 。そうか、失礼しました。あ、はい。あとね、ここのね、はい、はい、C のタイトルもいっていいですか？オープニングのタイトル、はい、遠吠えです。わ、ね、そうです。これ遠吠えすんのかな、しないのかな、どっちかな。どうでもいいか。ちょっと見ればわかるよって思ってますよ、絶対に。そうですね、これでも、うん、ね、この、うん、なんかこうなんか遠くから見ることなかったから、うん、ね。あ、でもこれ、あたしとヤギちゃんも探してくれたら嬉しいですね。そうね、いるはいますよ。闇の後ろに今ちょうどいい、みんないるんだよね。あたしね、ちょっとね、品作ってますから、うん、ちょっとそこにも注目してます。これ、あの、演出として、うんうん、あの、犬、野良犬館と、うんうんうん、あともう一つ、あの、復興、あの、はいはい、なんていうんですか、あの、うん、被災地のイメージもあったじゃないですか。そうそう。そうそう、ね、なんかみんなどういう感じでやってたのか、うん、すごい気になりながらも、うん、全然見えないから、うん、あ、そうだね、後ろ見えないよね。でもなんです、うん、こんな話あれですけど、うん、私はあの下手の横に実はずっとあの横なんかビールケースの上に、うん、こう寝そべってる感じだったんですけど、はいはい、何もせずに下手奥にはけていくんですよ、復興実は全然しなくて。これね、今あのちょっとずつ、うん、あのセットを立て直すみたいな感じで、立て直しっていうのを復興のイメージがね、あるんですけど、初めはだからガラクタ置き場みたいな感じなんだよね。そうそうそう、でも私はもう被災地のイメージだよね。被災地のイメージだよ。でね、その時のイギちゃんが上手で復興してるんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗なの。いや、見てください、あの足元だけ。これ下手奥の、私はもう、ちょっと待って、綺麗っていうのはどういうこと？ライトと当たって誰も見てないと思いますけど、私だけ得してるっていうエピソードです、これ。あ、そうですか。すいません、本当に。これでもあれですね、イギタさん、民主の格好されてるんですか？そうなんです。そうなんです、ね、そうなんです。もうね、見てない人からしたら、うん、民主って誰って話なんだけど、うんうんうん、まあ、次のシーンの韓国人のあのおばちゃんの役ですね、うん、おばちゃんね、民主、うん、見てください、この桑原さんの後ろ、うん、姿、うなじがいい感じで、いい感じだね。光の残り具合もいい感じで、ね、このカツオとこのクニコの、いや、成清正則いますね、これ。いや、だから当たってないよね、これ。ライトが当たって、影だ、影影の役だったんですか、ね、もしかして。いや、でもそうなんですよ、やっぱり。そうなんですよ、カツオは。カツオがやっぱ光だから、ね、うん、でもジョージもなんかとびっきり明るい、明るいっていうか明るさの中に悲哀があるみたいな、うん、そうだね。でもやっぱりカツオのこの成長っていうのがやっぱり、そうですね、一つの、ね、うん、ね、ポイントですよね、うん、2人で可愛いですね、可愛い、見合ってますね。そうそうそう、そう、だからこの時のこの笑いがなんかハマるとその後もこう乗っていけるんだよね。谷の笑顔ですか。そうそうそう。谷ちゃんの笑顔。谷の本当笑顔次第。結構そんなこと。そうだったんですね。あ、友達と思ってさ。なるほどね。お、友達と思ってこう去って。その、あ、そうか、ジョージに、うん、から見たら友達と思えたら、うん、そうそう、今回はいい回だなって思って、結構意外とそういうことで引っ張っていけたりするんだよね。なんか分かります、私も。お、始まってますよ。始まってます。これね、場所変わりましてね、はい、場所変わります。大久保雑居ビル前というタイトルなんですけど、はい、ちょっと待って、ここ言った方がいいんじゃないの。そうなんです、今もったいぶってたんですけど。これですね、うん、マサヤが消失した日っていうのもタイトルに
実はあったんですね。そうですね、これマサヤが誰なんだってことですけれども、そうなんですけどね、マサヤがキーパーソンですからね、この話、はい、マサヤ覚えてくださいね、マサヤです。この、ね、そのマサヤが消失した日っていうタイトルも出そうとしてた、もともとそう、あ、今の声は誰か、誰かが答えてくれました、ね、そうですね、手の声がね、手の声、ね、桑原さんですね、桑原さんもあの参加してますけれども、遠くからね参加してくれてます。このマサヤが消失した日っていうのももともとはこのプロジェクターで舞台上に出そうと思ってたのね、うんうん、その前のやつもだよね、その前のやつ、その前のタイトル、遠吠えじゃないか、え、どうしたの何を言ってるんだってことで、何だあ怒ってますね、怒ってる、ずっとみんちゅさんが怒ってた。でもこのねカツオがねほうきが気になっちゃうからね、すっごく怖かったよね。私はあのみんじゅは犬嫌いっていう設定があったんであの隠れ設定があったんでだからもう本当やめてほしかったんですよ、絡むんじゃねえみたいな気持ちになってた。やっぱり、うん、目の前にあるもの気になっちゃうよね。そうですね、犬はね、そうなんですよ。本当にそういう感覚、毎回違う感じでやってたんですよ、うん、この、ね、あの 犬って言っちゃいましたよ、カツオってもう、ね、民事のつもりだと、ね、あの犬って言っちゃうんですけどカツオくんとのやり取りは、そうなの、カツオっていう名前はあの可愛いね急に何ですか、なんか、いやいや、お客さんでもさ覚えやすいですよ、ね、カツオって猫を連想しちゃうんだよねっていう人結構いる。なんでですか、なんでいや魚をイメージしちゃ う, っていう、あ、うん、ちょっとピンとこない私もごめんなさい。いや結構言われたのよ、あ、そうかと、そうですか、僕はしっくりきてるの、カツオ、私はやっぱなんかあのサザエさんのカツオくんがパッと浮かんで、ちょっとなんかやっぱやんちゃとかちょっと未熟なところがあるみたいなイメージがありましたけど、ね、はいはいはい、ああなるほどね、うん、なんか海沿いで拾ったんだなっていう感じはします。あ、それあーもう正解出ましたよ、そう来ましたね、天からそう来ましたね、そうか、やっぱり魚、魚なんだ、魚なんだね、そっか面白い、これですね、可愛い顔してる、可愛いですね、もう本当カツオ犬にしか見えなくなってくるんですよね、不思議と、すごい不思議、あんな大きいのにね、ね、どでかいんですけどね、すっごいバカでかいよね、バカでかい、184センチですか、ヒョンビンと一緒ね、そうなんですよ、ヒョンビンよりマイナス1センチって覚えてください、谷の身長はヒョンビンよりマイナス1センチ、ヒョンビンさんは韓国の素敵な俳優さんのことですどうでもいいですかね、ここの民寿ね、はい、お新大久保であのスナックは、スナックじゃないな、居酒屋だね、韓国風居酒屋、あ、私はの韓国料理屋っていうイメージ、韓国料理屋を営んでる民寿だよね、はい、で民寿はあのここっていうか、え、すぐ近くの同じビルで同じビルでというのはごめんなさいね、はい、その子が事務所、その子じゃないですよ、クニコ、私も間違えちゃいそうだけど、なんでよ、クニコが、はい、その事務所を構えてるビルの中に、ね、雑居ビルの1階が民寿の店です、あ1階なんだね、はい、そう1階で消費者金融のね、あのあなたが働いてる、私が働いてるところは3階ぐらいの3階のイメージでしたけど、だからこの人は5階だなって思ってます、うん、あ私も5階だと思ってた、え、なんですごくない、すごいね、私も5階のイメージ、あのねちょっと見上げたりしてるんですよ、そうそう、5階、クニコが5階ってこと、クニコが5階のイメージ、そう、あれなんであんなとこ住んでんだろうね、うん、時5階を見てるつもりだった、うん、私もね5階見てる、ね、よかった、嬉しい、何にも打ち合わせせずに会ってましたね嬉しい出来事、 あとねこっそり言いたいのはね、私の衣装が実はね、うん、歴代の各他出演者の衣装を着てるっていうのを伝えておきたかった、うん、あのね赤いベストはね後々のね、うん、大賀くんのね、うん、あの勇気っていう役のベストでね、あのねその下はね吉田さやみのね制服、ラブユーの制服でね、制服、そう、そのね下のねキュロットはね、あキュロットじゃないスカートはね、あの桑原優子さんがね後々で着てましたよ、あはあ、そっか、事務員みたいな格好してる時に、はい、あのクリーニング屋さんですね、ぜひ巻き戻してもう一回見ていただいてね、こう考えに浸れると思う、これ言えてよかった、誰もわからないと思う、言いたかったんだよ、それだけは言いたかった、ね、だから頑張れると思って、でも次のシーンだからもう言って、あなたあなたの仕事なんだからね、私の仕事、次行きますからね、これですね、次のシーン行ってますよ、もう悲壮なね、悲壮な健康くんが来ましたよ、悲壮な健康くんたちがいるのは、はい、新宿駅東口、はい、そしてこれもタイトルがありましてね、はい、
里見が消失するまであと201日。201日かって思うと結構長いですね。そうだね、6ヶ月半ぐらいか。うん、そうですね。なんかそれだけの時間は過ごしたんだね、あの2人は。そうだよ、里見の香りの役ですね。ちょっとテンパ若さ先輩ですね。ここで出会って、そっから201日後に消失するっていうことを、失踪するとか、ね、失踪するっていうことをもう出してるっていうことだよね。実はね、台本の中では出ていたんですよ。なんかこのタイトルはーってなりませんでした私。いや私もみたいな。そうなんだ、消失しちゃうんだってもうね、分かった状態で見守るみたいな感じでしたね。面白かったんですけどね。あ、ちなみに私すごい言いたいこと言っていいですか、はいはい、若狭先輩はあのいつも前髪がストレートなんですけど、これがこれが天然なんですよ。これが天然の前髪なんですよ。どうでもいい。本当にどうでもいいんだけど。若狭ファンに送る。若狭ファンにあげたい情報。あのね、己をさらけ出したんですよ。若狭先輩はっていうことを伝えておきます。若狭先輩の自分を出したってことですか。別に。ストッパーかけなかっただけでしょそれ。いや、ストッパーかけなくても よかったじゃんみたいな。私はなんか 5,6 年ずっと言ってて、ようやっと叶ったんで、その感慨深さもあるので伝えておきます。すいません。いやーちょっと出会いのシーンですよ。ごめんなさい、若狭の髪の毛。やっぱりあの横断歩道っていうのは面白かったね。面白かった。すごいですよ。で横断歩道の芝居ってそんなないじゃないですか、あのお芝居で、なんかやちょっと劇的ですよね。交差点みたいな意味もあるし、そうしかもこれはあれですよね、2013年の12月31日大晦日、大晦日に出会うってなんて素敵なの。新宿東口の、ねね、私もうイメージありますよ。あの刺繍売ってる人が近くにいます。あ最近見ない、最近いないのよ。ね、10年ぐらい前までね、新宿駅にな、心の刺繍でしたっけ。心の、ここ私の刺繍、私の刺繍、私の心刺繍って書いて、そう、心刺繍って書いて刺繍なんですよね。そうそう、あの人いましたよね、ずっとね。あの人ずっとね、新宿のガードのあたりに立ってね。そうなんですよ、ずっと立ってた。そう、売ってるんだよね。その人が近くにいるイメージです、私の中で。なるほど、あそこだなって思って、このシーンは見てました。そうだったんだね。刺繍の人いなかったね、舞台にね。刺繍の人いたらちょっと面白かったかもしれない。まあ分かる人にはもしかしたら分かるかもしれない、ね、タイガーマスクとね。そうじゃん、タイガーマスクも見ないね。いますよまだ新宿に。あ、新宿いますよ。あの現役で歌舞伎町の、ね、自転車でこう歌舞伎町をこうぐるぐる走ってる。あの人何してるかっていうと、新聞の集金なんです、知ってましたか。知らない。あれかな、ね、ちょっと待って、ね、離れすぎてる。ノエルの話しよう。新宿の話になっちゃった。普通にへーと思った。新宿ってでもなんか劇的ですよね。面白くないですか、なんか面白い街。何でもあるっていう印象はある。だから新宿新大久保っていうラインが出てくるのっていうのがすごい興奮した、興奮した、新大久保じゃない、大久保、あ、大久保か、大久保ですよ先輩。新大久保と大久保どっちやの。まあちょっと、まあ、近いですけどね、歩ける距離ですけど、あの総武線か山手線かって感じですよ。そうそう、でも大久保の方がディープですから。そう、あ、ディープな街が、ディープな店が多いですね。新大久保はちょっと観光的な。そんな中ですね、はい、はい、来ました、次の。同じ夜に なんですけど場所が変わりまして、はい、韓国居酒屋、民寿の店。よし、私の店だ。あなたのお店ですよ。いい店だね。いや、いい店よ本当に。2組しか入んないですでも大晦日に2組、あ、もう元旦か、元旦に2組はいい感じだと思 う、ね、うここであの韓国のね歌が流れてるんだよね。あ、そうですよ、今流れてる。これ誰がもう歌ってると思いますかってことです。みんな知ってんだけど、これ見てる人結構分かったんじゃないかな。あー、分かんないと思う。でも僕なら気づくね、あのよく当たり前か。そうなんすごいいい曲だよね。そして、でも誰だっけ、誰かずっとさ、オリジナルの曲だって知らないでいたよね。あのキャストの中でなんで話聞いてねえのかってぐらい知らなかった。何人かいたの。そういう話になってたやろがいってぐらい知らないやついましたね。いました、これは桑原さんが歌ってるんですよ。そうですね。で、俺のくんが作曲、作詞がなんと美術家舞台美術の田中俊恵ちゃんっていう
もうトリプル黄金コンビですよ本当に。俺この曲すごい好きなの。桑原さん、これどんなことを歌ってるんですか。これメローな曲だけど、としえちゃんがもういろんな韓国の、うんうん、ドラマから引っ張り出してきた名曲フレーズを一つの歌詞にしてて、もうまたね、また会いましょうとか、あのドキドキしちゃう、踊り出したい気分とか、ゆっくり休んでくださいとか、ちゃんと歌詞がすごくあるんですよ。歌詞がその歌詞はなんかちゃんとストーリーに乗ってる感じなの。ちゃんと一曲の曲として聴けるようになってるんで、いつかどこかでね。いやちょっと本当、ね、私なんで CD 化してほしいんですよ。そう欲しい本当に。私裏でこの時着替えてるんですけど、着替えながら口ずさんじゃって。いつの間にかアンニョンって言ってる。そうアンニョン言ってるの。がすごい言ってるの。またねーですからね。アンニョンってまたねーなんだ。挨拶ですね。ヨギーとか言ってる。そうヨギって何。ヨギってなんだっけ。ここ、あここね。どういうこと、どういう意味なんだって。ここよってことかな。あここよってことだね。ここでとかね、そういうことだね。ちょっと喋ってますよ。あ来た来た。さあこれ何喋ってんだっつって。ずっと韓国語だもんね。ほんとすごい。韓国語何喋ってる。あさっとくさっとくって言ってるよ。さっとくさっとくって何かっていうと、うん、チョキチョキっていう意味なんですよ。あの韓国語でチョキチョキ、チョキチョキはサッとくサッとくなんで、サッとくサッとくが難しすぎて、うん、もうこうやって強調して言ったらいいっていうのを、ああその韓国語指導の人に。そう難しいというのは発音が難しい。そうなんです。違うって散々言われた結果、サッとサッとそれでいいんじゃないですかってなったんです。サッとくじゃないんだ。サッとくサッとですね。おおちょっとく入ってんだね。なんかくが入ってる。それ難しいのすごい、まあ、やっと分かってきたぐらいですよ本当。すごくないですか。でもこれはそうなんです、そうなんです。やっぱ韓国語になると力が入るし目が強くなるね。いやそうですね。やっぱあのね韓国語は本当に顔芸だっていうことなんで顔から入る。おあのワンポイントアドバイス、うん、皆さんあの民情やる、民情やりたい。じゃあ民情やってる時はこう表情にすごい気を配って。もちろんです。わかります、わかり、まあ、全然映ってないですよ今。ね、そもそもさ韓国語はもともと勉強してたんだよね、うん、最近ね。最近ここあの韓国ドラマにハマりにハマって、うんうん、もうゆくゆくは韓国ドラマに出たいってことで、うん、韓国語を習い始めてたら、うんうん、本当に韓国人の役が来てもう超嬉しかったです。テンション爆上がり。そうだ本当にめちゃくちゃ楽しかったですね。民事の役は面白い。本当になんかいろいろ、うん本当だ。あの怒ってるシーンの、うん、あの、うん、あれ日本語言いたかったけどもうだいぶ過ぎちゃいました、うん、あそうかそうか過ぎちゃったね。そうだね。でもちょっとあのね正月にどういうこと言ってたのか、正月に物騒な話聞かすんじゃねえみたいなことと、うん、あの大晦日と正月にはこんな店開けてやってるだけではありがたく思うよ、うん、あ言ってたね。そう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 、あと運気が下がるって言ってたね。そ う, そうですだいぶ過ぎちゃったけど、ね、だいぶ過ぎちゃった。いやとあねですね、今金払えっ て, お金って言った。あ金払えって金払って払っていけばか誰がっていうことですね。もう早く閉めたくてしょうがない空気がムンムンに出てるもんね。そうそうそう、もう閉めたい店を閉めたい。あ閉めれたね。やっと閉めれました。よかった。あでここでですね、はいはい、邦子の元事務所に、うん変わって、うん、季節も、うん、あの大久保と同じ夏、うん、2014年の夏7月に戻ります、うんはいはい、だいぶだ6ヶ月後みたいなことですね。そうだ ね, そうだね。さっきゴミ捨て場ねこうゴミを持ってきた建物の5階そう5階は、ね、今5階ですね。5階合ってるのか分かんないですけ ど, いけど、うん、5階そうなの。ああまああ太ってる太ってる、ね、おデブちゃんうちのおデブちゃん細村ゆうじですね。おじさんとおじさんが戯れ合ってますね。本当だね。いい歳なんですよ2人とも。これねこの私はあの衣装の担当もチーム劇団内でね、うんうん、あの
チームとしてやってるから、うん、衣装チーフだよね。衣装チームやってるから、うん、本当にコナミちゃんのお洋服のネクタイが気に入ってましてね。コナミちゃん、コナミちゃんのね、うん、コナミちゃんのこの白黒のなんかチョコレートみたいな。そう、この結構あのおしゃれ上級者ですよね。そう、このチェックのシャツにこのボーダーの、うん、そう、しかもあのちゃんとしたネクタイじゃなくて、なんつうんですかあれ。そう、あのなんかちょっとニットっぽい感じの、あれ可愛いよね。すごい可愛い。こういうのは誰が用意してるの？これは石川修一先生ですね。衣装プランナーのね。そう、うん、でもさ、これあの、うん、壁塗ってた設定じゃないですか、うんうん、黄色い壁ってどう、うん、ってことです。いやもうクレイジー極まりないですよね。ね、本当に迷惑だなって思いますよ、黄色に塗られたら。本当に嫌だ、ね、しかもこんなほぼ全裸で。でもこれ本当に自分の兄だったらと思って本当に腹が立つっていうか、うん、そうだね。でもお兄ちゃんってこんなだよね。あ、あなたのお兄ちゃん。いや、僕、あ、僕の兄貴はもう本当にこんな感じですよ。でも私も種類は違えど、うん、お兄ちゃんなんかなかなかの変わり者ですから。あ、そうか、お兄ちゃんって変わり者なんですかね。あ、そうなんだ。分かんないけど、私はね、妹しかいないから分かんないですけどね。お兄ちゃん憧れましたけど、このお兄ちゃん憧れるもんだよね、うん、でもこんなお兄ちゃんは嫌だなって思って、ね、こんなお兄ちゃん嫌だね。そう、いや結構でも本当体変わりましたよね。本当やっぱその話になっちゃうよね。筋トレバカ、筋トレバカですから。バカといえばの若狭克也先輩です。喋ると胸筋が動くのが本当に私は面白くて。本当だ、ピクピクしました。これわざとなのかな。いや聞いたの、わざとかどうか、うん、わざとじゃないって。なんかね、どうしても自然となっちゃうんだって。そこまで計算できてないって反省してたよ。そうなんだ。そう、本当は計算でピクピクさせたかった、ね、させたかったみたい。本当は引きこもりのくせに袖でパンプアップしてるからね。いやもうちょっと人のこと言えないじゃないですか。役が引きこもりなのにパンプアップしてるっていうね。でもなんかちょっとそのなんか行き過ぎちゃう感じ、ややナルシスト。なるほどね。なんかそれはそれでありなのかなと思いましたね。港さんそんな雰囲気ありますよね、うん、なるほどね。もう本当やることなさすぎて、もう筋肉だけはちょっと頑張って鍛えてるみたいな、ね。食事制限はしたみたいな。なるほどね。ギリギリ一本の線は保ってる。なんかこれなくなったらみたいなね。分かんないですけど、その役作りは勝手な想像でどうだったのか分からないけれども。今度聞いてみましょうか、ね。聞いてみましょうかね。ね、気になります。ちなみに私次のシーン出るんですけど、はい、もうスタンバイしてこの手前の花道の出入り口のとこで、うん、このシーンを見て元気出すのが、恒例行事で。あのマール役 の高野ゆっこちゃん、うん、ゆっこちゃんと見てて、私たまに普通に笑ってたらしくて怒られた。あ、こうすごい。でも2人のねやり取りのすごくテンポが良くてね、そう面白いんだよね。そうなんかね、うん、旅行駅とかのやり取りで、ね、いつも笑っちゃってね、うんうん、確かにヨーラあの時袖にもうスタンバイしてたもんね。そうそう、でもちょっとあの花道にいると結構あれ目立ちますよね。あの舞台上からお客さんからは見えないけど、あの舞台上にいる人からは、ね、あ、なんか目線を感じると思った。やばいやばい。結構わかりますよね。そうなのよ、袖にいる人が見えるんだよ。見える見える、うん、そう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 。ごめん、すごい見てた、圧かけちゃってたね先輩たちに。いや集中してるから分かんないはず。大丈夫だよね、うん、多分。いやでもコナミとクニコもなんか名コンビな感じありますよね。そうだね、うん、なんだか私にもあんな後輩が欲しいですわ。なんか、調子のいい細村くんみたいな、はい、いらないですか。細村じゃなくてコナミでしょ。コナミみたいなね。細村じゃないんだ。すごい細村じゃない。細村くんディスっちゃった。細村くんはこんなにあんま気が利かないですか。頑張れ。結構気が利く方ですよねコナミって。そう、すごい気が利く。ねえねえ。こうなんか細村くんはあれですか、そんなに気が利かない男子です。あ、そう、女性から見たらそうですね。でもなんか逆にですけど、うん、あの角田のメンズで、うんうん、気が利く人いましたけど。あらすごい大暴露大会になっちゃったけどね。いましたっけ、なりさんぐらいじゃないですか。そうですね、あれ嬉しい嬉しいな、うん、それはそれはまあいいとして。あのカツオくんとかは
すごい気が利くんじゃないですか。カツオ君、タニ君、そう、すごい痒いところに手が届くと、そうです、やっぱりそうなんだ、ね、そんな感じありますよ、助けてくれますよ、いろんなとこ。なんか女性陣からも人気なんだね、タニ君はね。最近なんかすごいいい匂いを漂わせてます。あら、なんだ、そうそうそう、なんか匂いますよね、うん、香水ですか。香水なのか、フレグ、なんかそういうフレグラス、フレグラス同じじゃねえのか、ボディ、ボディなんちゃらみたいな。へえ、なんかすごいね、いい匂いするなって思ってますけどね。タニ君はいい匂いするっていう、タニ君いい匂いします。情報でした。どうでもいい。私ここでねいつも笑っちゃってたんですよね、うん、それでよくいい顔してますね、うん、このそうなんですよ、なんかやっぱ細村君って虐げられてるところがとっても魅力的ですよ。そうかもね、なんか やり込められてる時が、うん、とってもキュートだなって思います。そうなんですよ、もうクニコを取り囲んでる男たちが、いや、そうなんです、個性的でね、みんな、いいですよね、色が強くてね、面白いんだよね。三者三様じゃないですか、うん、まあワンコ、ワンコとコナミとミナト、そう確かにね、その邦子さんがやっぱ探偵もあって、うん、色味があえてね、そう、結構色味がない、うん、あの脚本で読んだ時もそうだと思ったんだけど、そうですよね、役柄としてもね、うん、その周りがとても鮮やかな感じですよ ね確かに。なんかこのパーティーで旅に出るっていうのはすごくワクワクするよ ね、ワクワクする、うん、楽しい、うん、楽しいけどやっぱり壁は黄色に塗られたくない。でも結構意外と若狭先輩って足長いんですよね。いや、スタイルそもそもいいんじゃない、そんなことないの。あのね、パンツのサイズはすごく、うん、あの私たちこだわりましたから。そうですか。綺麗に見えるパンツのラインを私たち、あの頑張りました。次来ました、次来ましたね、はい、これ、はい、あの誉れと女たちの部屋、うん、です。これあの実感がまた巻き戻って、うんうん、2014年の1月3日ですね、うん、1月3日だ、はいはい、出会ってからごめんなさい、誉れと里美が出会って3日後、3日後ってことか。そうですね、大晦日のもう年明ける時に会ってるもんね。そうそうそう、いやこの2人も可愛いですよね、なんかね、いやもう本当にゆっこちゃんが可愛くて可愛くて、うん、なんてこんな丸いんですかね。そうなの、丸いから丸っていうんですかね、この役名は。あ、そうだって言ってましたよ。そうなんだ、そうそうそう、丸いから丸だったって。本当全部丸、丸くないところ探すのは難しいぐらい。だってっぺんも丸いんだよ。本当だ、可愛いでしょ、全部丸い、本当本当だ、丸い。私のね、丸を見てほしいポイントはこの遅れ毛の丸、うん、あ、ね、そこも丸なんだ。そう、遅れ毛丸、直線がないですね、ないの、直線が全然ない。もうこの結構これ2人でこういうさ役をやってさ、うん、なんか愛情めいたものというか、まあ友情めいたものというか、なんかそういう関係ってできたの、なんか初めてでしょう。そう、一緒に舞台やった、そう、会ったことはあるし、喋ったりとか何回かご飯食べたこともあったんだけど、うん、こんなになくて、うんうん、そうだよね、もう日に日に、うん、もうマールが可愛くて可愛くてしょうがなくなって、そうするとなぜか自然と一緒にいる時間が普段の生活でも増えてってて、うん、同じ衣装班だったね。あ、そう、衣装班っていうのも一緒だったのもあるんだけど、なんかなんか本当日によって色っぽい日だったり、うん、こう可愛さが溢れ出てる日だったり、日によって違うんだ。そう、どうしてこんなに今日色っぽいのって思いながらお芝居したり、いいね、すごい楽しかったの。なんかあ、そんな風に感じるんだ。それを私も言うし、マールも言ってくれるから、うん、三浦さん可愛いですねみたいな。楽しそう、そんなの。すっごい楽しかった。なんかもう一緒に住んじゃおうかみたいな話にはならない。ならなかったね。ならなかった、ね、一緒にお風呂入ったりはしなかった、ね、してないですね。どこまで聞くんですか。本当ですね。そう、それ本当男女のカップルの役になって付き合わないのかっていう話してるようなもん。そうですよ。いやあの可愛いとかさ、うんうん、今日は色気あるなとかそう思うって言ってたじゃん、うんうん、だからそれがなんかこうね、こう今すごいなんか手がね、手がねくにょくにょしてますけどね、なりさん。いやでもいいことだと思う。でもね、カップル役が実際付き合うみたいなのね、うん、よく聞く話ですからね、芸能界で。実際難しいのよ。どういうこと。何がその付き合う役とかさ、カップル役とかってさ、うん、相手に気使うじゃん。気使う。そうだから、実際に僕若い頃にさ、あの、うん、結婚した相手って
と の, そのシーンがあったんだけど、うんうん、そのべったりその2人が主役でね、うんうん、一本のお話があったんだけど、そこですごく嫌がられちゃって、え嫌われちゃったってことですか？ それはショック。最後のキスシーンがあるんだけど、うん、それが嫌でその女の子がゲネちょっと待ってゲネに出なかったみたいな。ちょっと待って、その席のいいのダメでしょ、これダメでしょ。袖で泣いてたっていう。ちょっと待ってください、この話使えるんですか？やめよやめよ。もうほらほら、あの二人も帰ってきたから、そっからね、だからそういう感さとみも帰ってきたから本編戻そう、戻そう、ノライに戻ろう、ノライに戻ろう。あとね、もう一個言いたいことは、このシーンあったの言ってもいいですか？今ちょうどさ、先輩の話してるでしょ、誉れがボコボコにして、うんうん、私と多田ちゃんと健康の中で、うん、その先輩ってやっぱ同じ人を見てるはずだから、はい、私も同じ職場で、それで、あのね、イメージの人がいるんですよ、はいはいはい、それがね、今ロズリしちゃったの。なんで忘れちゃうんだよ。あの、王権に出てた、なんで忘れちゃう、米村さん、米村さんだった。米村さん確かにあの本当いい人だけど、あのパッと見怖いもんね。怖いからね。米村さんをめっちゃリカチェックしたらっていうので、怖いよね。いや確かに、共有できたら、その絵としてはいいね、それはね。確かに、もう確かにあの暴力性を感じるところあるもんね、あの米村さん、ね、すっごいいい人ですからね。米村さんはめちゃくちゃいい人、愉快な、めちゃくちゃいい人、素敵な人なんだけど、あの人がもしそういういかち役をやったらっていうのをね、うんうん、確かにね、それはいいと思うな。もうちょっとあの棚が色っぽくしてるから、ちょっと見てやってくださいよ。そうだね、色っぽく、もう頑張って色っぽくしてるから。手クロスしてるよね。やっぱあのエロスはクロスってことですかね。エロスはクロス。そうですよ、ハウツーボーに絶対載ってますから。何それ。あるんですよ、なんかそういうの。女性の中では共通言語。そうかもしれないね。あの、まあ、最近あの見ないですよ、アンアンとかには絶対昔書いてあったような、うん、手をこう、なんかあの耳元にこう手をこうとか、まあ、見えないからごめんなさい。そうなんです。右足を触るときは左手を使える。クロスの法則、エロス。あ、やってないやん、やってないやん。でもでもちょっとクロスしてますか。あ、来た、はい、はい、ここ、あ、ここ出ました、ここが出ました。はい、私のお気に入りシーンです。はい、脱毛エステサロンミンクですね。あ、ミンクというタイトルですね。私はちょっと本当にもう見るたび、私もうちょっと可愛い子ぶりっこしてるはずだったのに、うん、全然可愛い子ぶりっこできてなくてショックだったんですよ。そう、トリンドルだと思ってるんですよ今。これそう、トリンドルレナさん、トリンドルだよ。ちょっと私ここを見てほしいんです。はい、はい、これは、はい、ナウシカです。はい、これ風の谷のナウシカのつもりです。私こんなに眉間にしわ寄ってんの。すごいショック。でも手のひらとかはこう手の伸ばし方とかすごい、うん、ちょっと待ってよ、これ本当にトリンドルだって思ってた。首がとってもいいと思って、本当にトリンドルだと思ってやってますよ。これあれですよね、映画のミッドサマーのあそこですよ ね, そうですね、ミッドサマーのあのセックスシーンを言わないでモチーフにしたもうぜひ見てほしい、アリアスター監督。でこれすっごい剛毛だよねってずっと思ってたんだけど。そうだよ、剛毛だよ、そうだよ。ああ、ガムテープで取った時 の,、ね、そうそう、毛がね、たくさんついてるっていう。ここポイント。ピロってことですね。綺麗でした。これ本当この時着替えに戻ってくるでしょ、裏に。はい、私が走って戻りますんで。そうで、私も着替えてるでしょ、はい、すごいスンと戻ってきてるのを私はいつも心の中でお疲れ様って思ってる。トリンドルからあの素の入り田に戻る。ってなるのが私すごい好きだったの。すごい好きだった。いや、こういうシーンは楽しいよね。楽しい、ね、楽しいです。楽しそうだった。いつぞやあのまた、うん、あのあれですよ、朗読のシリーズの時に、はい、ナリさんと映画のシーン、映画のシーンをね、やったのを覚えてるんですけど、あれもすごいめちゃくちゃ楽しかった。そうですね、なんかそんなノンバーバルで、バーバルで、あの どんだけ表すかみたいな、うん、その時細村くんがあのいろいろ助けてくれましたね。そういえばそうだ、小道具を、なんか小道具を渡してくれたり、傘をいっぱい出したりなんか、はい、そうです、そうです、ね、そんなの懐かしい。あれ細村くんです。そっか、リュウジ君はねいっぱい出てますからね、描くたり、ね、か、かわいらしい、ね、かわいらしいですね、この紫のタオルが似合いますね。でももうさ、本当に細村くんに お叱りをこのラジオ越しにしていいですか。あ、何ですか。
あのタオルスカートは特注なんですよ、うん、でね、作っていただいたのね、作っていただいたの石川さんに、うんうんうん、でねギャザーのところを綺麗に着てって頼んでたの、うん、はいはい、でもあもうぐっちゃぐちゃそうなのもうブスケピーなのこれぐっちゃぐちゃですね確かに、ちゃんと鏡見たんですかね出るときに。そうだ私ここチェックしたかったんだけどさ自分も着替えててできなくてさ。いやそうなのよみんな着替えてるから大体袖では。もうそれあこれギャザーってあのクシュクシュっとなってるゴムのところをきれいにね、うんうん、してくれてたんですよ。で私もねきれいに着てねって何度も言ったのに、あこれよこれ言っても楽しくないやつなんでやめますこれを脇毛じゃないや胸毛早すか早さないか問題もありましたね、うん、脇毛はあなたね脇毛は私です、ね、脇毛は私です。胸毛は細村君、ね、そうですね胸毛をちょっとなんか足すか足さないかみたいなのもありましたね。これちょっと分かりづらいですけど、うん、この人ちゃんと胸毛ありますからねあ、そうなんだ。ゆうじくんそんな暴露、ゆうじくんファンへのちょっと情報を流してきましたけど嬉しいかなどうかなどうだろうなか。事件が起きてます ね、 これね本当だ事件起きてるよ。一生ネタばっかりしてごめんなさいですけどこれも横転で田田香織が実は来てました、うん、あそうですか、はい私たまに柳久が井森美幸に見える時あるんですけど、あ分かる、分かりますか、うん分かるね、この昭和感っていうか、うんうん、ね、なんだかすごく昭和だよね。あ昭和あこの子が一番あの女優の中では若いのに、なんかすごい昭和を背負ったような感じありませんかそれなんだろう ね、 ねなんか昭和のバラドルっぽいんですよ。なんか分かります、バラエティアイドル。あでもさ角田ラボってほらこの前やった時の役もそんな匂いするもんね、はいはいうん、あ昭和だわ、昭和の匂いしてたもんね。なんでなんだろう、どこがそう思わせるんだろう、ねえ何なんでしょうね。前髪、前髪前髪じゃない何なんだろう、ちょっと、ね、ちょっとなんか今時っぽくないですよね。なんかあなんでしょうね、不思議ですよね。一応不思議、若いですけどね、若いんですけどね一番ね、ダサいってこと。あっあって言いましたね、あってちょっとでもあの矢田美久の私服はダサいですか。ああそうなんですか。そうですよ、だから今は私の断捨離服をこう与えてます、うん、私も断捨離した時矢田美久に服をあげたんですけど、なんかそれをしたく なるぐらい。そうかそうか、そういうところもちょっとあるんだね。そうですね、そうそうそうです、そうです。ちなみに本当にあのこのダッサイ T シャツ、ダッサイあの水玉のシャツも実は私が着てたんですけど、ユージ君にあげたシャツなんですよ、うん、あそうなんですか。そうなんです。ユージ君着れるんですか。そう、私オーバーサイズ好きでね。へえ、これちなみに何 XL なんですか。これ普通の XL、 あれもうちょいあったかも 2L かな、そんぐらい。 2L? 2XL、 XXL、 XXL、 あ、うん、あすごいな。そんなこと言ってる間にうちの劇団の美人さんが、いや本当にこれ本当に春江さんね、四十なんぼですよ、酒井春江、ね、冗談じゃないよって話、まあ、私より全然奇跡のおでこですね奇跡のおでこ、ね、おでこで合ってますか。こんな出すかっていう、こんな出すかだと、そうすごい綺麗なおでこ、すっごい出してますけどね、うんうん、艶がすごいんですよね。いやもう本当にね、これちょっと後々出てくるじゃないですか、うん、とんでもない格好して、あとんでもないシーンね。いやもう奇跡と思いました、うん、みんな言ってる。あ私の好きなシーンはここからもう始まってます、ね、あそうですね、うん、そうですね、私もここやりたかったな、何でもいいから、うん、なんかね、柱とかでもいいから出てくる。あのなんかだからさ、ああっちの、ね、この女とのさ、うん、あの確執とかなんかバトルをイメージダンスみたいなのやりたかったです。ちょっと待って、どんなコンテンポラリーよ。すごいなそれ。どんな話になるの。どうしても出たかったからここに。どういうことよ。いやなんか私好きなのよ、このさ別々の場所なんだけど、あ、そう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 、そのなんか2人が重なり合うというか、はいはいはい、いや面白いよね、面白い、で演劇っぽくて、うん、すごく好き。私もあといいよね、この大人の2人のこうなんて言うんですか、やり取り、うん、本音を言わない牽制し合いのこの流れがすごい好きだったの、うん、いいよね、私一回どころじゃないけどサリのあのセリフちょっと 何度か読みました。あそうですか。あ私も ね、 あのね、いいよねサリ、やっちゃいましたね、サリいいよね、サリいい。でもこの時の好みもすごいいいんですよね、うん、あの
こう大人な感じのね、うん、そうなんだよね。脚本ここ出た時すごく面白いな、面白かった、うん、本当に面白い。コナミもやりたいんですよ、うん、そんなばかりずっと言ってるよね、イギちゃんね。コナミ出してほしい、コナミやりたいって言ってたね。やらしてほしいんですよね。本当にコナミは本当にすごい、普通に見ちゃってます、ね、あ、いいですねこの角度。あ、そうだね、素晴らしいですね、素晴らしいですねカメラマンさん、うん、ありがとうございますって感じで、うん、ガーサスですね、いいな。 あ、いましたね、イモリミユキいました。確かにね、イモリミユキだね、これはイモリミユキですよね、うん、なんあのダンス踊ってほしい、あのダンス踊ってほしい、ね、あのいつぞやかのイモリミユキのオーディションで踊ったやつですね、よく噂になってるダンスいいですよね。あれ絶対似合うもんな、似合うよ、似合うよ、ヤダミック、今度やってもらおう。やってもらおう、やってもらおう、いいな。これ言ったっけ、これは2014年の7月に戻ってるっていうのは、これ言ったっけ、そういえば伝えそびれてましたね、まあ、そうですそうです、お察しいただいてるかと思うんですよね、サブタイトル的な、サブタイトルは伝えましたね、はい、いやいいね、いいよ本当に、なんかここのシーンの普通に見ちゃうね、うん、この劇的で顔したんだよ。そうそう、こんな顔なんなんですかこの人は。まあこんだけ、ね、ここね、ここが好きなんでしょ、わかります、わかります、白と黒の対比がね、そうでもね、これいいよね、衣装もいいですよね、うん、そう、アップと日陰物と、うん、そう、奥様ですか、うん、正妻と、うん、愛人っていう、そして成功も勝ち得た、ね、今もうクニちゃん今無職ですからね、そうそう、壺よど壺、なんか ね、 ね、犬押しつけられてね、そう、どこいるか分かんなくて、じゃあコナミを派遣するしかなかった感じ、うん、なんか、まね、自分はいけない、そうそう、とっても会えない感じとかも切ないよね、これも本当に、まあ、真正面見据えられない感じがね、えあ、いいシーンです、これいいね、これいいシーン、かっこいい、これ何も合成じゃないのってぐらいいいですね、これはね、このこれ、うん、あれ、これ脳合成ですからね、あの対象で素晴らしくないですか、うん、うん、いや素晴らしい、いや本当にいいですね、うん、いいですね、あ苦しい、苦しいよ、二人とも苦しいんですよ、そうなのよ、てかこれマサヤってなんぼなもんじゃいって思いますよ、いや私本当にねずっと思ってる、そっか、女性視点だとね、女性視点だとおかしいでしょ、ね、マサヤ、あ、行っちゃった、行っちゃったカツオよろしく、カツオよろしくってセリフ私大好き、やばいよね、でも私ねあれも好きだよ、バトンを渡すね、そこから曲が入りますから、うん、なるほど、さすがですね、島根先生、2人ともやっぱこのシーンはこう熱が入りますね、そうでしょ、いやもう止まらないですよ、やらせてほしいんだもん、ね、やってみたい、なんて言ったってやらせてほしい、そうですか、なんとかして出たいと思ってんの、待って、そんなこんなでね、パチ、いやもうちょっと早いわ、あっという間だよ、ね、もう最後だ、パチンコ店前、一部も最後ですわ、ね、うん、このね待ってる間の邦子さんですよね、す、まあ、パチンコ屋ってのがまたいい、うん、私いいなって思って、なんか場所として、うん、だからこれは大久保とかそのあたりのパチンコ屋っていうことだよね、でも近くだと思います、うん、遠くはないでしょうけどね、サリの家、サリ の、あのミンクの近く、ミンクの近くってことは、うん、まあ、新宿に近くなるのかな、ね、そんな感じするよ ね、大久保ではなさそう、ね、大久保じゃないよね、うん、サリは大久保に出さない、出さない ね、新宿だね、やっぱね、そうだね、そう考えたらそうかもしれない、うん、初代とか、ね、これ来ますよ、お探せ探せ また見えない、また見えない、お出てきた、これ前の段階からいますよね、実はね、います、そうそう、結構いるんですよ、実はいますよね、私ここも好きなの、必殺仕置き人でね出てくる、ここの再会のシーンもすごい好きなの、可愛いよね、可愛い、可愛い、私もこれもこれこれ、ね、あのやりたい、もうここ、これ楽しい、ここ楽しい、うん、メンチの切り合いやりたい、メンチ切り合い、ね、また影に、また闇に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 闇
私ジョージのさバックボーンっていうか、うん、サブテキストっていうか、うんうんうん、それもめちゃくちゃ悲しいじゃないですか。悲しいよ、切ないよ本当に。私もジョージもいい役だなって本当に。なんでママのことそんなに追い続けるんだろう。でもママ どこ書いてたの今。股間でしょ。股間書いてたの今。やっぱりもう痩せとか動物は股間を借りますよね。なるほど、そういうことか。肛門なりね、お尻をね、やっぱり、うん、肛門ですね、やっぱね。肛門なんだね。そうですよ。挨拶みたいなもんだから。なるほどね、うん、すっごい下まで行ってた。でここでね、土佐健さんがジョージ、うん、山田ジョージさんって分かるんですよ、ね、そうだね、山田ジョージってここで初めて名乗るんだね。そうだそうだ、うん、名前があるんだぞっていう。いい、ね、カツオはユジカツオ。そうだ、そうかな、うんうんうん、マサイのワンコだから、うん、かわいい。この体勢かわいいね。ナリ、ね、さんこういうの全部、うん、あれなの、あの研究したりしたんですか。いや研究っていうことはしてないけど、でもまあこうかなこうかなと思ってやったかな。土佐犬ですからね。あんまりね、初めはね、僕犬でやろうって思ってなくてさ、人でいいんじゃないかって思ってたんだけど、うんうん、あのカツオとかがね、あのあルナがどん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 犬っぽく稽古の中でなっていって、うん、すごいね、なってった。で僕もなんかあのあ犬っぽくなっていったっていうか。ねえねえ、ちょっと聞いてもいいですか、うんうん、ジョージって人間でいうと何歳ぐらいなんですか。僕はね29とか8とかそれぐらいの感じだった。そうなんだ。じゃあなんつうんですか、壮年期とか何、うん、なのかな、何だろうかな。だからあのおっさんっていうよりも、ちょい、ちょい若い。犬の中ではおっさんでいいんだ。確かに快活な部分もありますね。カツオがまだあのひよっこって感じがありますからね。ちょっと先輩ってことですよね。ねえ、かわいい。かわいい。こんなことしてたんですか。かわいい。こんなことしてたの。ってかやっぱ尻尾が可愛いですね、うん、やっぱ尻尾素敵、尻尾くるんってしてて、うん、やっぱりこの時もね、カツオとのやり取りっていうかさ、うんうんうん、目を見てるとさ、うん、あれもちょっと待って、ね、表情出ちゃってる、表情出てきちゃってる、出ちゃってるんですよね。さっきまであんなハラハラしてた人だった。あんな素敵な感じだった、表情出ちゃってるんですよ。まあ、あまた同化しちゃったよ、ね。カツオを守る母性ってことかな。母性で、母性、母性。ちょっと客観的でない状態になってるんだろうねこれね。ねえ、いやそうだけ。いやクニコもちょっと、うん、あの なんて母性、うんうん、最初はちょっと違う母性とはまた違かっただろうに、うんうん、ちょっとあの後半に行くにつれて母性とか、うん、なんかそういうのが見えてくるのもまた見どころですよね、うん、ちょっと一部で言うのもあれですけどさ、カツオの成長とともにね、そうそうそう、カツオの成長とクニコの変化、ね、ここなんだよね、これがねうまく出たらすごく面白いと思うんだよね。でもそれを作用させるのが上手、うん、あちょっと尻尾が、カツオの尻尾が、うん、あプリンってなってます、落ちたね今ね、ごめんなさいね、プリンってなっちゃってましたね、ごめんなさいね。いやすごいかわいいね、こんなかわいいんだね、あ撫でてる、ね、いやなんかちょっとしたマラさんのカツオへの仕草が私すごい好きで、そうでもやっぱ犬に見せるのはやっぱり人間なんですよ結局。そう思った、だからそういう、あの邦子がどう接してるかによってもう終わっちゃった。あ待って、札幌、札幌言っちゃった。ちょっと待って、止めなきゃいけないんだよ、止めなきゃいけないんだよ、止めなきゃいけない、ほらあの、はいはい、あちょっとストップ、ストップのタイミング言わなきゃ、ちょっとごめんなさい、ストップのタイミング、ストップです。ストップをね、一旦ストップしてください。ごめんなさい、もう夢中、お話しするのに夢中になっちゃって一部は終了してしまいました。はい、あごめんなさい。あの本編ご覧の方はご存知なかったかもしれませんが、ある野良犬の台本では、あのあ今の暗転でですね、第1部終了ということになってるんですね。で、でもう次が暗転開けたら第2部というふうになってるわけでございます。すいません、あのお話しするのに夢中です。ストップのタイミングをゴテゴテにしてしまいました。本当に分かったんじゃないかな、ストップっていうのはね。でもさ、今さ止めた秒数をさ伝えたらいいんじゃないか。そうですね、そうしましょう。そうだそうだ、ま、そうな、ね、そんなことです。秒数を止めた、本編の後で伝えよう、後で伝えて、本編の停止押してくださいましたでしょうかね。はい、その後ごめんなさい。というわけで、はい、はい、一部をご覧いただきました、はい、どうでしたか。
や改めて止まんないね、うん、いや止まんない話は止まんなくて話止まんなかった、ね、ごめんなさい本当に段取りがあの次の時にねその秒数をお伝えしますので そこに合わせていただいてスタートというタイミングで押してもらうことになります。申し訳ございません。いやちょっとね失礼いたしました。そうでもあるのらいのはもう第1部が終わったばかりで始まったばかりです。そうそう続いて第2部にバトンタッチいたしますのでですね、はい、2部開始のポイントもカウントダウンしますので、はい、また本編私たちとはまた3部の方でお会いしましょうということ で、ね、どうぞ引き続きお楽しみください。お楽しみください。はい。